こんばんは。疲れすぎた。疲れた。もう疲れた。15分経ったら終わりにしたいと思います。あと静かに今日は神恋愛してますね。本当に疲れた。神恋愛女子高生、大人になりたくない。もうね、もう疲れた。もう長いよ、リア期間3日間やっと、まだもう3日もある。よろしく、お気に入りハイソックス、後輩のその中で。こんばんはって、こんばんは。もう眠い。寝たい、早く。さっき帰って、10時に帰ってきた。セブンの塩生チョコ、私ね、どちらかといえばチョコ派でしたね。普通のなんか柔らかくなかったですか？ね、ラビリンスの扇ってどうやったらできるの？目が眠たい。もう眠い。疲れた。めっちゃ疲れた。もう疲れたレベルが、もうめっちゃ疲れたの。サブが全部埋まった。なるほどなるほど。私今サブ埋まってんのかな。サブ。サブデッキ埋まってるかな。埋まってるね。じゃあ絶対できるね。救助要請が出てます。クワちゃんです。はいじ。なんかさ、救助要請あんま来ないんだけど、なんでだろう。なんか最近1日に1件しか来ない。みんな私にしてないのかな。お、できたきた。扇、扇が来るだけで全然違うんよ。来てほしい。あ、すごい、いっぱい来た。え、ねえ、最悪。これ最悪じゃない？これ、5600、めっちゃ悔しい。めちゃ悔しい。
これめっちゃ悔しい、やめてほしい、どうせ3回するやんって。頑張ってキャピキャピして紛れてても大丈夫、わからないでしょう。東京真っ白です。そうなんだ、福岡はいいですよ、めちゃくちゃいい天気です。なんか今日お腹が痛い、ずっと勝てました、リノさんのおかげで。こんばんは、こんばんは。遊ぼうリンゴね、扇扇ね、思う、少し甘くしてたと思うよね。甘いよね、なんないよね、大きい。でもさ、リンゴはさ20個もらえるじゃない。あ、もうよかったら50枚もらえるやん。リクエストチケットがでかいよね、激デカ。だからやっぱなんかで、ハンマー使いたいんだけど、ハンマーもさあれで使いたいからさ、あの最後のや、最後じゃないや、マジみたいなやつに使いたいから取ってあるんよ私。え、あ、そっか、ちょっとリンゴちゃんが私5回になってしまったから、そろそろ使おうか。ね、ここじゃない時に出るよね。今日はお鍋食べましたよ、ご飯は美味しかった。逆にまあそれで、あの、は、花大、花丸大吉さんのやつの番組見てました、 TNC の。面白かった。毎週見てるんですけどね、見ました。で今からお風呂に入ります。今日まだお風呂入ってないよ。どうやって隠せばいいの。でもリハの合間、休憩時間とかは紙で歌をしてました。まあでも紙でのいいところはこう、なんかその静かにできるところですね、そのさっさっさっさ。まだ3回だと多いよ、だって、あ、早いよ、だって早い、かった。まだレベルね、わかんない、もうわかんなくなっちゃった。私昨日夜更かし見れなかった、もう最悪。もう昨日の夜更かしはもうさすがに振り付け覚えないとと思って、お風呂入ってたらもう終わってた、夜更かし最悪、最悪やー、もう疲れた、めちゃくちゃ疲れた、ちょっとごめんね、疲れたばっか言っちゃうんだけど本当に疲れたの。もうリハ期間の少年も許してください。大きい、ゼロ、大きい。僕に言わせてくれよ、さあ
君がいるから笑顔になれた素直な気持ち。 See you again, see you again, see you again、 いつか会おう。ビップエリア回終わってもひたすらビップの回って回ればいいのだって。カミリアタイムじゃないとき、そうカミリアタイムじゃないときは私はエリア3であれしてます。あ、なんだっけ、あのおしもうさぎ、あ、じゃじゃうさぎじゃないや、あれに餌をあげてます。そうそう、あげてる。でもカミリアタイムの時は基本的に VIP でもう倒す、カミリア倒すってしてますね。おしもん、おしもんも意外ともらえるから、おしもんも大事。でもおしもんも多分ポイント上がれば上がるほどリクエストチケットもらえるし、でも大変、めっちゃあれ一生餌あげないといけない。そうだけど、まあ、ポイントをちょっとずつ貯めてったらもらえるから、もしも探しもやんなきゃいけない。でもね、エリア1だとなんかあれだから、エリア1でもいいんだけど、そのエリアその6とかでさ、もしも探ししちゃうと、カミリアタイム以外の時間の時その行動力がめっちゃ減っちゃうのね。なんかもったいないから、私は3くらいとか2とか2とか3で回ってやってますね。コーネル4200まで行きました。すご、私コーネルちゃんはまだ全然そんな行ってない。あ、もうおしもんじゃないのか。そう、あ、変わったんだ、お助けキャラが出てきた。おしもんじゃなくなったんで、そういえばおしもんじゃないです今。なんか女の子が出てきます、そういえば女の子出てくる。女の子とかなんか妖怪みたいなやつとかになんかバナナをあげるとそのポイントがもらえて、それが結構いいです。うん、でも行動力減らないだったから絶対おしもんとかしたらいいと思いますね。おしもんなくなったらしい。癖でおしもん言ってたけどなんか違った、もうないないんだって。もうちょっとでつきそう。赤タンボールね、陸地系選んだ欲しいな。そう、赤タンボールっていうのがそのカミリアを倒すとあるもらえるんですけど、そうそうそう、そのカミリアタイムもら、あ、カミリアタイムじゃないや、カミリアを倒すともらえる、そのなんか水色とか緑とか書いてる玉あるじゃないですか。あの玉はあの赤タンボールって言って、それでそのなんか何が欲しい、それがたまるとね、なんか何がお願い叶えてくれるんですよ、そのなんか竜みたいなやつが。そう、それはリクエストチケットくださいって言うと何枚かもらえたかな、もらいましょう、それも忘れずに。最悪激レア倒してしまった、しゃべりながらやったら。136におめでとうだって、ありがとう。じゃあ12分までします。ポチポチ、みんなもありがとうございます。忙しい中ラビ予想してくれて、なんかラウンドがあるからやっぱ気にしちゃうよね、その順位をね。そう、そのなんかやっぱだってラウンドあるからさ、やっぱその順位が低か、その低くなっちゃうとさ、なんていうの、抜かされちゃう可能性が結構高くなっちゃうじゃないですか。一回一回が大事みたいな感じのもあるよね。難しいね。
なんですけど、皆さんと力を合わせてできることを頑張りたいなって、ランクインに向けてねっていう気持ちなので、頑張ろうねってことで、ちょっとこの紙で歌をしたら私は終わりにしたいと思います。倒せ、いけー。でもさ、残り2週間くらいになるとさ、そのまた新しい紙が出てきたりするからね、みんなに力に合わせて頑張りましょうって感じで、ちょっと一旦今日はちょっと疲れたので終わりにしたいと思います。明日はちょっと早めのやっぱ時間に終わらせていきたいなって気持ちがあるので、明日は午前中とかお昼くらいにショールームを終わらせておきたいと思います。はい、皆さんアイテムもいっぱいありがとうございます。ありがとう。ちょっとお風呂に入って早め寝たいと思います。はい、13位が夏さん、12位が赤いグリフォン、11位がボーダー、10位がニコラス、9位がシムッチ、7位がイチゴさん、8位がニシプ、7位がイチゴさん、6位がプリントーさん、5位がガオ、4位がエウリカ、3位がクワちゃん、2位がモエピ1位がハセモンテちゃんでした。ありがとうございました。てちゃんありがとう。てちゃんもお疲れ様でした。みんなありがとうございました。ではおやすみなさい。また明日ね。バイバイ。ありがとう。